速読の仕方を教えてくださいって、この2つね、単語の勉強の仕方っていうのがこれすごく鍵を握ってると思って、単語の訳を覚えてるっていうのは、人で言うとその人の名前とかあだ名をね知ってるに過ぎなくて、やっぱその人のことを理解しようと思ったら結局あの中身だよね。はい、どうもこんにちは。森哲チャンネルで英語担当している竹原です。今回なんですけども、大学受験に向けて勉強している学生さんにアドバイスをしようと思います。で、日頃僕が教えている学生へのアドバイスや、あとは大学の対策講座で全員に共有していることを皆さんにもお伝えできたらいいなというふうに思っています。で、まずは学生からね、よく質問されることなんですけど、あの長文のいい読み方ないですかっていうのと、あとは速読の仕方を教えてくださいっていう、この2つね、これ非常によく聞かれるんですけど、まあ、その学生にね、僕がいつも言うのは、結局一文ちゃんと読めていったら長文わかるんじゃないのって話をするんですよ。で、まあ、その時に学生がね、テクニックを教えろやみたいな感じの反応をするんですけど、あの結論、テクニックというのは別にありません。結局長文っていうのは一文一文が連なってるだけだから、それを正確にね、より正確に読むことができたら、勝手に長文の理解は、高まっていくというものなんですね。英語強くなると思ったら、書く文章を正確に訳していく力がいるんだけども、まあ、その時に僕が学生に1点だけね、アドバイスしていることがあって、まあ、それがね、初見の文章を読み進める勉強をしているかという話なんですよ。要はね、今まで見たことがある文章でなんとなくわかるじゃなくて、新しく見た文章でもしっかりと訳せていけるかっていう話が大事なんです。じゃあそのね、初見の文を読んでいくためにどんな勉強を、していったらいいのかっていう話なんですけど、特に今日は、その中でも、1点ね、しっかりと話をしていこうと思います。はい。で、その1点目がもちろんですけど、あの英単語で、この単語の勉強の仕方っていうのがこれすごく鍵を握っていると思っていて、まずあの単語帳をしっかりとね、一冊覚えて、あの、まあ、要は単語の量を増やさないといけないというふうに思っています。これね、ちょっと10年前ぐらいから、これ僕の主観なんですけど、まあ昔の学生と比べると、今の学生は単語あまり覚えてませんっていう人がすごい多い印象があって、これでは、受験の合格ラインに達するどころか、あの、スタートラインにまだ、あの、立てていないというふうに思ってください。まず、英単語をしっかりと覚えることで、初めてその文章の内容の一部が分かってくるわけだから、まずは単語の量をですね、しっかりと増やしていくっていうのが大事になります。ただし、単語をじゃあ量だけ増やせばいいのかというと、これ中には2冊3冊ぐらい気合でやってきて、覚えてくる子いるんですけど、結局それでも長文があんまりね、理解できない子が多いんですね。現に、僕もですね、学生の時には単語帳片っ端からすごいやったんですけど、それでも文章中にわからない単語は続出するし、実際にね、単語わからないとこあったら逆に詰まっちゃうみたいな感じのことが起こったんですね。だから単語の量としてはしっかりと最低限持っておくべきだけども、それが終わったら次は辞書を引いて単語の質を深めてくださいね。その辞書を引いて単語がどんなものかってことをしっかりと理解すれば、実は単語がもっと使えるレベルになってくるわけ。例えば皆さんがね、英単語で覚えている、まあ、例えばテイクにしましょう。テイクね、テイクってどんな意味ですか。まあ、あの持っていくとか連れていくって、これ中学校の時にまず覚えたんですけど、で、あのテイクっていうのを辞書で引くと、まずね、あの取るって意味があるんですよ。で、取るって意味があるから、何かを取ってどっかに移動すると持っていくだし、例えば誰かのね、あのこう肩を掴んでそのまま移動すると連れていくわけ。だから今何が言いたいかって言ったら、結局ね、あの英単語って皆さんが今覚えてるものって、特にね、基本的な単語こそね、覚えてるものって全体のうちの一部でしかないことが結構多いんですよ。だから自分なりには分かってるつもりなんだけど、実はその単語ってごく一部の、訳に過ぎないよねってことがあるから、はい、特に覚えていると思う単語でも2つ3つ意味がね、いっぱいあるやつとか特にそうですね。これ辞書引いてちゃんとね、元の原義は何かとか、いっぱい訳例あるやつを見て、だいたいどんなイメージなのかとか、あと例文よく見てね、
それで、どんな場面で使うのかみたいに、これ深く理解しないと、結局、あのね、使えるレベルになってないんですよ。だから、単語の訳を覚えてるっていうのは、人で言うと、その人の名前とかあだ名をね、知ってるに過ぎなくて、やっぱその人のことを理解しようと思ったら、結局、中身だよね。性格をちゃんと理解しとかないと、まあ、もしくはその人の、まあ、背景でもいいけど、ちゃんと知っとかないと、その人のことを、理解することはできない。これ英語でも同じように、ね、英単語でも同じように、結局、その単語のことをいろんな観点から見て、それで深く理解しようとする姿勢があるから、結局、その文章の内容の一部が、ようやく分かってくるという話になります。はい。だから、皆さんは、単語の、まずは、単語帳を使って量を増やすことはもちろんだけど、それがステップ終わったら、特に基本的な、単語こそ、辞書を引いてみて、これ時間を惜しまず、しっかりとその単語を理解しようとしてください。もちろん、大量に載っている訳例を覚えようとするのではなくて、それを全体をね、見た上で、結局、この単語ってこんなイメージなんだなってことを掴んでおくことが最も大事になります。実際単語のね、訳を覚えていても、それは、結局文章の中では毎回意訳していくわけだから、まずその単語自体のイメージを掴んでおくっていうことをね、しっかりと、辞書でやってほしいというふうに思っています。はい。ということで、まずこの単語について話したんですけども、ここの部分で、実は大きくね、合否が分かれるような、気がするんですよ。ですから、まず皆さんは、この単語の学習を怠ることなくね、毎日コツコツね、空いてる時間で構いません。単語っていうのは、2時間かけて1日やるとかじゃなくて、隙間の時間で勉強するだけで全然効果があるわけ。で、実際ね、例えば通学中とか、まあその休み時間とか、空いてるその時間をしっかり使って、まあ単語を見る経験を増やすだけで、しっかり量を増やすことできますし、一回覚えている、ものならば、じゃあ単語帳で言ったらね、その単語の、訳だけ見るんじゃなくて、下の派生語ちょっと見てみたり、例文見て、深めようという意識で、絶対に勉強しておかないと、これ何回単語帳回しても一緒になってしまうから、ね、結局はその単語のことをよく知ろうという姿勢でまずは取り掛からないと、結局、初めての文章を読むための力にはなっていないということですから、まずこの点に関して、皆さんにしっかりとシェアしておいた、しておきたいというふうに思ったので、これをね、心がけて、特に1学期中はですね、単語を深く知ろうというこの目的で、まずはしっかりと勉強してみてください。はい。残り、2点目、3点目ね、ポイントがあるんですが、これはまた続きの動画でシェアしたと思いますから、次回ね、またよろしくお願いします。高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。